はい、今回はスプーンを自分で作っていくキットの紹介をしたいなと思います。梅雨なんかで外に出れない時間がやっぱりありますので、そういった時間にこういったのを作っておいて、梅雨が晴れたらアウトドアに持って行って使って楽しむっていうのもいいのかなと思って、今回この時間で作りたいなと思います。このキットなんですけども、他にもフォーク、しゃもじ、皿、箸などがキットでありますので、もしよかったらそういったのも作ってアウトドアができるような環境になった時に楽しむっていうのもいいのかなと思います。ではこちら、作るにあたって必要な道具の紹介をしていきたいなと思います。まず最初に必要なのが、下書きに使う鉛筆と消しゴム、木を削るためにナイフと彫刻刀、その後仕上げをするのに使うヤスリ、用意するものをまとめて書いておきます。まず木に鉛筆を使ってイメージを書き写します。その後彫刻刀、ナイフを使って削っていきます。最初にスクイッチを削っていくといいかと思います。この時のポイントとしては、浅く数回削っていくってことです。いきなり深く削っていくと木が折れてしまったり、削りすぎてしまうっていうことがありますので注意しましょう。くれぐれも手を切らないように注意してください。削る際の注意ですけども、この方向に彫刻刀を入れ手で押さえていると滑って手を切ってしまう恐れがありますので注意しましょう。
り終わったらヤスリをかけていきます。粗い方から細かい方へ。吸い口の方なんですけども、ここはヤスリに消しゴムを当てて削ると削りやすかったです。形が出来上がったら洗って乾燥させます。てなわけで完成です。こちらですね、結構ここのライン気に入ってるんですけども、どうでしょうか。結構こだわって作りました。これがサンプルで付いてた図面ですね。こんな感じです。乾燥後にオリーブオイルを塗って完成です。